もこんにちは、旬ダイアリーメンバーのすずです。本日はですね、戦略コンサル2社に内定されたと、あと旬ダイアリーメンバーでコンサルに内定したイナに来てもらって、2人にフェルミ推定対決をしていただく企画です。面接官は池上さんにお願いするので、池上さんちょっと軽く自己紹介お願いします。はい、サクラスの池上です。もともと AT カーニーというコンサルに入りまして、その後サラリーマン社長をやって、今自分の会社をやっております。この24卒の就活では、戦略コンサル2社に内定をいただくことができました。よろしくお願いします。旬ダイアリーメンバーの稲山です。フェルミ推定はこの企画のためにめちゃくちゃ勉強してきたんで、絶対勝てるように頑張ります。ちなみに池上さん、フェルミ推定って何ですか？数字当てるやつですピアノ調律師の数は何人いるでしょうみたいな。まあなんでそれやるかっていうと、そう、なんでやるんですか？数が合ってることっていうよりも、どういう構造で物事を考えるのかなっていうのを見たいって感じですね。そういうことで、はい、頑張ってください。はい、じゃあお題発表します。お題は、東京ドームのビールの売り子は何人いるか。これを、まあ、2通りで出してください。なんか質問ありますか？これって今までのトータルのではなくて現在の、あ、そうですね、1試合にバイトとして呼ばれる売り子の数ですね。わかりました、はい、ありがとうございます。ちなみになんですけど、東京ドーム行ったことなくて、何人くらい入るんですか？5万人入るとしましょう。これって5万人全員入ってる想定で考えちゃって大丈夫ですか？それでいいです。はい、はい、なるほど。ということで、マックス2分の中で2通りで計算したということを簡単に説明してもらいたいです。じゃあいきます、はい、用意スタート。はい、1つ目が、個数ベースで全体の飲まれる個数から1人当たりが売ることができる個数で割った方針で考えたものと、もう1つが面積から1人当たりがカバーできる面積で割ったベースで考えたものを2通りで考えました。まず個数ベースの方からお話するんですけど、全体の飲まれる個数割る1人当たり売ることができる個数で、売り子の数が求められるかなと思います。で、飲まれる個数としては分解すると、5万人のうちどんぐらいの人が飲むか、でその飲む人たちが平均で何個を消費するかという分解で考えて、まあ、5万人のうち半分ぐらいの人が飲む、で大体皆さん1本ぐらい飲まれるかなと思ったので、5万 ×50%×1 で 2.5 万個が1試合で大体飲まれるかなと考えました。で、次に1人当たりが売ることができる個数に関しては、1人当たりが1回で抱えられる限界のお酒の個数と、それを何回回したかっていう感じで計算して、1人当たりが抱えることが限界の数が大体10本で、それが売ったら次にもう1回っていうのを繰り返して、それを大体20回ぐらい繰り返すかなと考えたので、200としました。1人当たりが1試合で売ることができるものが200個としました。で、 2.5 万割る200で125人が必要かなというのがまず1つ目の方針です。もう1つの方針が面積ベースのものなんですけど、総面積割る1人当たりカバーしている面積で、絶対のビールの売り子の個数が、売り子の人数が求められると思いました。で、総面積は東京ドームの面積が大体 4.5 万ぐらいだったので、うち半分ぐらいが客席だろうと考えて、計算しやすいように2万平方メートルをまず客数として納得しました。で、1人当たりがカバーできる面積としては、縦横20メートルぐらいがカバーできるかなと考えたので、20メートルかける20メートルで400平方メートルで、2万平方メートルを400平方メートルで割って、最終的に50人っていう形で、ちょっと1つ目と異なる数になっちゃったんですけど、はい、この2通りで計算しました。以上です。ありがとうございます。続いて発表お願いします。結論から申し上げますと、東京ドームの1試合での売り子の人数はだいたい100名前後だというふうに推定しました。パターン目が方針結構近かったんですけど、東京ドームの人数割る売り子1人当たりでさばける人数になります。東京ドームの人数の方なんですけど、もうちょっと詳細がありまして、立式から先に言います。東京ドームの人数かけるそのうちの20歳以上の率かけるビールを飲む率割る売り子1人当たりがさばける人数っていう風な式になりました。で、それぞれの式に対して東京ドーム5万人で、おそらく20歳以上の人が 90% ぐらいいるんじゃないかなと思ったら 90% 置いて、でそのうちビールを飲む率は多いと思うんですけど、まあ、一部飲まない人もいるっていうことを考えて、まあ、70% 程度というふうに置きました。で、また売り子が1人が、さばける人数は30人と置きました。で、これを計算すると105人っていうふうに出ます。で、1個目、もう2つ目の方は方針完全に一緒で、面積割る売り子1人当たりがカバーする面積で割りました。で、同じく4万5000割るなんですけど、分母の部分が4万5000平方メートル中、席の面積が割る2で半分
でさらに1人の売り子が 10m×20m くらいが歩行スペースかなと思って 10×200 で割ったところ112という数字が出ました。以上になります。1個目の最終的な式を教えてもらってもいいですか。5万 ×0.9×0.7÷300 です。じゃあ、イーナさん、はい、解いてもらったところに10本 ×20 回取りに行くっていうのがあったと思うんですけど、20回の根拠を教えてください。20回の根拠は試合、うん、野球の試合が、まあ、結構長いなと思っていて、うん、で野球の試合が大体、まあ、じゃあ2時間あるとした時に、うん、何分ぐらいで、10杯が売れるんだろうって考えて、うん、あ、まあ、6分、6分、はい、すいません、実はここ20回体感で置いたんですけど、うん、大体2時間あったら、まあ、20回ぐらい売れるんじゃないかなと思って、で今数字を改めてみると、うん、6分で、10杯売るってことで、ちょっとここの回転数がおかしいのかなと個人的に話しています。、はい、でさんの方は300人ですね。300人の根拠はどうですか。おそらく回り方はこうブロックごとだと思ったんですね、うん、で各ブロックどのくらい入ってるかなって思った時に、まあ、大体30列×10列とかだったら300人ぐらいになるかなって思って、まあ、それがそのビールを飲む人数になっちゃうので、まあ、それがもうちょっと拡大すると思うんですけど、一人の売り子さんが把握できるスペース自体が大体横30人分かける15列分くらいかなっていうのを、なんかその自分が脳内でイメージしたのが限界スペースかなっていうふうに思って、30×15 をした時に、まあ、そこから比率で 0.9×0.7 ぐらいしたら大体300ぐらいになるかなっていうところで300っていうふうに仮置きをしました。はい、ありがとうございます。じゃあお二人共通で挙げてた面積側なんですけど、別の方法を考えてみましょうか。一つはどれぐらいの座席に一人ビールの売り子さんがいたらいいのかなっていう、何席ぐらい一人で担当できるんでしょうね。まあ、じゃあちょっと1分、はい、座席で考えてみましょう、面積じゃなくて。じゃあ今度順番逆してみましょうか。数字を実際に入れる前に文字の式としては、東京ドームにある席数割る売り子さん1人当たりがカバーできる席数っていう風な式になります。実際代入した数字としては500分の5万でイコール1100になります。で500の根拠としては実際は450なんですけど、先ほど私が申し上げた列が横に30人で、縦に15段くらいがまあカバーできる範囲かなと思って、それ30×15 席数で450席になって、まあ概算でまあ9分の10倍しても大きくは変わらないと思うので、500にして計算しやすくして500分の5そこ万で100名っていう計算です。はい、ありがとうございます。はい、僕も全体の席数割る1人当たりがカバーできる席数で、ちょっと若干数字雑なんですけど、席数はまあ5万席あって、1人当たりがカバーできる席数は担任の先生が1人見れる生徒の数からちょっと考えたんですけど、大体30人ぐらいから40人ぐらいが限界に見れるから、それよりも雑に見ていいから、まあ50人ぐらいを1人が担当するとした時に5万割る50で、だから1000人になっちゃいました。すごい売り子の数になっちゃいました。なるほど。はい、ということでお疲れ様でした。どうでしたか、感想って答えは。いや、もう恥ずかしいですね。なんか隣でアウトプットしてる時に、あ、そっちやればよかったなとか、うん、けど俺の方がここは良かったんじゃないかなみたいなポイントもいろいろあったんで、なんかドキドキしましたわ。ちょっと全然ロジカルの文字もない文字の置き方したなって思って反省してます。自信の程はいや、そんなにないです。おろろ、雪神さん、早速、うん、勝者結果発表お願いします。ダダ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 ダ、勝者さん。おー、ありがとうございます。まあ、稲くんも頑張ったと思うんですが、ね、まあ、まず追加質問した時に1000人ってなっちゃって、まあ、自分でもおかしいかなって気づいたと思うんですけど、まあ、時間内に分かるとよかったかなっていうのが、で、あとはそうですね、さんは初めから
2つの角度から見たやつをすり合わせて合ってるかなっていう目線があったかなと思います。稲君の方は2回やってみて違ったら違ったでみたいなところがあったんですけど、あのおそらくまあ2つぶつけて、まあ、なんで差が出ちゃったんだろうっていう考える姿勢もあってのその検証だったかなと思うので、それはやっぱ結論をちゃんと確かめようと結論に向かってるってことでプラスかなと思いました。池上さん、正解の発表をお願いします。あのもちろん正解っていう形で一つではないんですけど、一つの回答の例ということで言うと、基本は2人が考えてくれた方向でいいと思います。で、一つは全体割るビールの売り子1人当たりの杯数で人数を出しますと。売り子1人当たりが何杯売れるのかっていうところが、まあ、ちょっと根拠足りてなかったんですけど、そこはちょっと情報も足りなかったかなと思ってまして、まあ、例えばビールの売り子が1杯売ると70円度合いがあるよとかっていうことがあるとより根拠がついたかなと思います。まあ、これは問題のせいもあって、2つ目、まあ、2人が面積で出してくれたパートなんですけど、まあ、ここについても、まあ、もう少し根拠補強できるかといいかなと思うんですけど、まあ、これはあのお客さんがどれぐらいの頻度でビール欲しくなるかっていうところと、売り子側が1杯処理するのにどれぐらいの時間をかかってしまうか、まあ、これをもとに計算をするともう少しもう一段根拠がついて、計算できるかなと思います。なんででも2人ともやってくれた売り子1人当たりの処理できる杯数、売り子1人当たりの担当できる人数、これはもう正解で、そこの根拠の部分の厚みみたいなところはもう少し工夫の余地があったかもしれないって感じですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今日はテルミスイテの対決をしていただきました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあちょっと待って、知ってる、うん、ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。